生産量が日本一を誇る栃木県の官票今日は値段を決める令和最初の入札会が下野市で開かれました下野市にある JA 小山の就家所に宇都宮や下野、小山の13県の農家から続々と官票が運び込まれます JA 小山によりますと今年は梅雨が長引き生育が心配されましたが 今日は予想を1トトンン上回るトンが運び込まれまれした入札には下野家や上の川、三分のトンや15社が参加し実際に手に取ってかんぴょうの色や乾燥の具合などをチェックしていきます大きさや厚みも重要ですが品質が揃っているものが良いとされています落札された中で一番の高値をつけたかんぴょうは 1>, 1キロあたり3850円でした落札されたかんぴょうは全国の飲食店や加工業者に出荷されるということです入札会は来月も行われます部会員の人皆協力してくれましていい品物が仕上がっていると思って今最近は学校給食でも使ってくれてますのでその食べた子どもたちがやっぱりかんぴょうに興味を持ってもらうことはやっぱり 消費拡大になりますので、まあ、子どもたちにも食べてもらいたいと思いますね。